ストレッチやエクササイズというふうになるんですが、大きく2つ紹介をさせていただきます。まずは大腿四頭筋といって、まあ、あのももの前側の筋肉ですね。ここのストレッチやリリースです。もう一つはハムストリングスといって、ももの後ろ側ですね、ここを伸ばしていきます。クラッシュの中で実践できるポイントも2つあります。まずはあの姿勢やフォームの崩れを修正をして、サポーターとかテーピングとか杖をぜひ積極的に活用してください。膝の関節が障害があるという方は、いわゆるガニ股や O脚になってしまっていることが多いです。アイシングをしたり、ダイエットも実は膝の関節っていうの改善ポイントになっています。もう一つのポイントは、太ももの内側の運動を積極的に行って正しく歩く。ももの内側をこう締めるように筋トレももちろんいいんですが、あのおすすめはですね、あの荷重の方と意識して正しく歩くということをエクササイズしております。参考にお願いいただけると幸いです。